という強さですか。我は一体ジグジ、なぜ兄弟を殺したんだ。我は兄弟と共に強さを求めた。我らが最強であることを証明するためには兄弟をも支配し、我が真の強者であり続けるべきだと。支配？そう、支配だ。それこそが我と兄弟を結びつけるのだ。だけどその支配欲が自らの手で兄弟を殺すことになった。そのようだ。兄弟よ、すまぬ。我は、あんたら兄弟は十分に強かったよ。全員で来られたら負けていたかもな。そうか。やはり我らは最強。兄弟よ、今行く。強敵だったね、キリト。ああ、何か納得できないことがあるみたいだね。ジャイアント族は魔獣と同じようにカラントから生み出された。けどジグジと話をした感じ、あいつは明らかに俺たちと同じ魂を持った人間だった。ではカラントは人間をも生み出せると。そうだとしても、ジグジの過去や兄弟との記憶をどうやって作ったのかっていう疑問は残るな。ここで答えを出すのは難しいみたいだね。ええ、最高司祭様が関わっている以上、一筋縄ではいかないでしょう。とにかく今はエルドリエを助けましょう。エルドリエ、この状態は以前見たベルクーリさんと同じ状態だ。術式は確かディープフリーズ。どうやって解除できるのかな。私に任せてください。解除方法を知っているのか。はい、オートにいる時、念のためにとおじさまから教わりました。このディープフリーズは元老院で整合騎士を凍結していた術式でもあります。おじさまはディープフリーズ術式の解析を進めて解除術式を突き止め、シエータ殿を目覚めさせたそうです。さすがベルクーリさんだね。まずはこの木から切り離そう。そうだな。にしてもこの木、これまでのカラントとは段違いの大きさだな。もしかして前に言っていた大元となる存在がこのカラントなのでは。そうかもしれない。だとしたら周囲の根は南帝国中のカラントとつながっていることになる。こいつを切れば南帝国からカラントを一掃できるかもしれない。キリト、それは種みたいだな。不用意に触らない方が。うん、何の変哲もない種だな。まったく。アリスさん、それくらいじゃキリト君の好奇心は止められないよ。キリト、その種どうするの。俺には調べようもないし、オートに戻ったらカーディナルに渡してみるよ。正しい判断です。念のためこの木の一部も持っていこう。カーディナルに解析してもらえば詳細がつかめるかもしれないからな。さて、エルドリアを目覚めさせよう。アリス、頼む。わかりました。システムコール。エルドリア。アリス様、大丈夫か。無事みたいですね。なぜ彼らがここに。あなたを助けに来たのです。助けに。私はまた
反逆者に助けられたのか。騎士であるこの私が。今はそのようなことに固執している場合では。シオ、私の無礼な振る舞いを許していただきたい。何を。私はアリス様に与えられた任務を果たせず、カセドラルにて子供たちに敗北しました。その後命を奪われることもなく、最高司祭芸家が撃たれるまで気を失っていた。キリトたちは騎士を傷つけるために氷教会へ反逆したわけでは。無論分かっています。だとしても私が今こうして再び命を救われたのは事実です。俺を戦いで審判する、つまりそういうことだな。ほう、随分と物分かりがいいことだ。あんたとは一度戦っている。どんな奴かも分かってるさ。それじゃあ受けて立つぜ。お相手願おうか、エルドリエ。キリト。エルドリエに認めてもらうためにはこの方が早いって思っただけだよ。それにカセドラルでの戦いに決着はついていないしな。それなら僕も。ダメだ、俺一人でやる。俺自身も本気の聖号騎士とどこまで渡り合えるのか知りたいんだ。だから一人で戦わせてくれないか。まったく仕方ないな。絶対に負けるなよキリト。ああ、そのつもりだ。私が何を言っても戦うのですね。エルドリエを止めてくれるなら戦わないで済むかもしれないけど。無理でしょう。彼が頑固なのを私はよく知っていますきっと師匠に似たんだな。とつけようぜ。はあ、準備はいいな反逆者。聖号騎士エルドリエ神聖室31、今度こそ貴様の意識を刈り取ってやろう。
ジェネレートサーマルエレメント、ジェネレートサーマルエレメント、ディスチャージ、ジェネレートアングラエレメント、ジェネレートディスチャージ、やはり強いな。あんたこそ
改めて思い知ったよ、聖号騎士の力を。貴様からそのようなセリフを引き出せるとは、本気を出した甲斐がある。それでどうする？まだやるか？いや、これで十分だ。改めて剣を交えた今、貴様が信念のもとに剣を振るっていたと理解できる。そして私は貴様らキリトとユージオに感謝しなければならない。感謝されるようなことをした覚えはないけど。いや、貴様たちは真実を明かしてくれた。確かに氷教会の秩序を壊し、元老長と最高司祭芸家を撃ったのは大きな罪だ。だが民を兵器に変えるという恐ろしい所業に気づくことすらできなかった私の罪はさらに大きい。貴様たちが真実を明かしてくれたことで、私は騎士として正しく民を守る機会を得ることができた。だから感謝すべきだと感じたのだ。礼を言う、キリト、ユージオ。ああ、どういたしまして。こちらこそです。エルドリエ、あなたも成長しましたね。やめてください、アリス様。では一段落ついたところで聞かせてください、ここで何が起きたのかを。はい、ご存知の通り私は報告を受けて南の回廊へ向かいました。報告にあった南の回廊での異常とは、ジャイアント族の侵入だったのですね。そうです。しかし安心してください、南の回廊は破られてはいません。信じがたいことですが、彼らはおそらくカラントから生まれたのだと思います。そうみたいだな。それでエルドリエはその後どうしたんだ？ジャイアント族を回廊から出さないよう彼らとの戦闘を開始した。奥へと彼らを引き寄せ、隙を見て回廊を崩落させ閉じ込めようとしたのだ。しかしそこで何者かが私の前に現れたのだ。誰です？わかりません、頭巾をかぶっており顔も見えませんでした。ジャイアント族に囲まれながら私はその頭巾の者と剣を交わしました。実力のほどは？聖号騎士に等しい剣術です。そして奇妙な防護術を用いました。まるで見えない壁をまとっているような。剣は全てその壁に弾かれ、結局私の攻撃は一度も奴の体に届かなかったのです。神聖術、あるいは特殊な防具か。とにかく私はジャイアント族の猛攻と頭巾の者の特殊な攻撃に疲弊し、気づくと意識を失っていた。おそらくその際にディープフリーズを使われたのでしょう。ディープフリーズですと？しかしその術式は元老長と最高司祭芸家しか使用できないはずでは。心当たりがあるとすれば。ああ、飛竜でカセドラルを飛び立ったという謎の人物。飛竜を奪った者はディープフリーズを使えるほどの術者ということかもしれません。それだけじゃない、エルドリエはカラントによって捕獲されていた。俺たちもカラントに近づいたことはあるが、そういう状況に陥ったことはない。つまりその頭巾の者はカラントを使い意図的にエルドリエを捕まえたということですね。ディープフリーズを使え、おまけにカラントを自由に操る術も持っている。とんでもない相手だ。しかしあなたが無事だったことは喜ぶべき事実です。ありがとうございます。ひとまず今回のことを王都の対策本部へ伝えよう。その後王都に帰還した俺たちはカーディナルに一連の事件について報告、そして大元のカラントについてカーディナルに解析を頼んだ。あ、そうだ、これを渡そうと思っていたんだ。カラントのかけらかな。俺たちはカラントを捜索する中でそれぞれの根が一箇所に伸びているんじゃないかと考えたんだ。うむ、一箇所から全てのカラントを管理していると。そう、
それで南の回廊に行った時、ひときわ大きなカラントを見つけたんだ。それが全てのカラントの核、コアとなるものだった。だから大元となるものはカラントコアと呼ぶべきかな。ちょっとカラミティプラントを略したままコアをつなげるの？お前は相変わらず物臭ですね。とはいえ、私たちもいつの間にかカラントと呼んでしまっていますが。まあカラミティプラントコアはさすがに長すぎるし、それでいいんじゃないね、アスナ。うん、私もいいと思うわ。ともかくこのかけらは大元なる存在、お主の言うところのカラントコアのものじゃな。よし、解析してみよう。ふむ、どうだ。お主の推測通り、カラントコアが帝国中に伸ばした根から複数のカラントが作り出されたようじゃ。それじゃあカラントコアを切ったことによって新たなカラントが生まれる可能性は断ち切れたってことだな。うむ、ひとまずはそう考えて問題ないじゃろ。よかった。そうだカーディナル、もう一つ渡そうと思っていたものがあるんだ。なんじゃこれは。種？植物の種子か？それはカラントにできていたんだ。ほう、それは興味深いな。こちらは慎重に解析する必要がありそうじゃ。しばらく時間がかかるぞ。ああ、任せる。そして解析結果を待ちつつベルクーリの元へ向かった。